にちは。お昼食べてない。見て、クマ。はじめまして、ヨシーさん、ナビです。よろしくお願いします。14歳です。中学2年生です。こちらフォローボタン持っていたらよろしくお願いします。ありがとう。声がめっちゃ眠たそう。元気です。黒木さんあのね、クラコンのね、ありがとうございます。クマの中身はチョコレートでした。うん、あのお菓子取り放題みたいなとこ行ったんですよ。リラックマじゃないです、これ。ただ単なる普通のクマス。甘っ。こんにちは。Oh, this is chocolate. Yummy. そう、何グラムまでなら何円とかっていうお菓子取り放題のとこ行ったんですけど、そう。そういうとこに行くのうちは なかなかないので、そう、こんにちは。そうそうそう、おもり売りみたいな、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じで、最初 100g まででいいよってパパに言われたから 100g ぴったりに合わせたんですね、お菓子を。そしたら150まで、150までいいのにって言われたから150ぴったりにしたんですよ。じゃあラスト、泣きの1個いるって言われたから泣きの1個入れたんですよ。そしたらお母さんがブーブーって言ってきてなんでだと思います？今の話の流れで分かる方は多分ごく少ないと思うんですけど、本当になさそうなんですけど、お母さんがなぜそのように言ったでしょうか。オーバーはねちゃんとしてないんですよ。あ、猫さん近いです、めちゃめちゃ。はい、その通り。はい、私一番最初に大きいマシュマロをチョコレートで周りが固められた大きいマシュマロをね1個入れたんですよ。それが約 60g します。はい、ドンって入れてでその後に微調整としてめちゃめちゃ細かいのをたくさん入れてたんですよ。でそしたら150までいいよって言われたから150まで、またね小さいの入れてたりとかたくさん食べれるようにしたりとかしてたら、150で泣きの1個あしたいって言ったら、もう一回その大きいチョコレートのマシュマロを入れたんですよ。そしたらあーって言ってお母さんがブーブーって言ってきたんです。だいたい話の流れ分かったかな。かわぴっ、そうそうそう。でそのマシュマロのチョコレートのマシュマロの1個はお母さんだよねってずっと出たんですけど、2個とも私がもう食べちゃったっていう話なんです。そう、だから何
泣きの一個でやってんだわっていう話です。そうそうそう、泣きの一個だったからじゃあ大きいもの選ぶよね。泣きの一個ならね。そう、食べるのはね確かに早いもの勝ち。でもお母さんはねそういうとこ優しいからね。私コンペイトをたくさん取りました。コンペイトが永遠に今残ってるこのお菓子袋の中に。なんか小石チョコみたいなのもちょっと気になったので拾ったんですけど、ノーピカラーのね感じのコンペイトなんです。私コンペイトがすごく好きで、そう修学旅行の時もコンペイト買いました。でコンペイトがあったら必ずもらいます。でコンペイトのケーキとかあったらいいのにと思ってる。ね、綺麗よね。ポイフルポイフルポイフル。甘党ですか。うん、どちらかというと母が甘党です。パパはわかんない、甘党、甘党ではないです。すんごい甘いものずっと食べられないです。そうそうそう、だから甘いのは普通ですね。うん、何でもんながら食べたんですか。そうなんだ。人生の正しい選択肢やな。めっちゃ確かに重要なものから選んでいく。泣きの一個は重要なものを選ぶ。うん、確かに正しいよね。うん、正しい正しい。うん、コンペイトね、星型。ああ、いや、このコンペイトは星じゃない、惑星みたいな感じ。あの雲、出来たての惑星とかそういう感じのあれですね。雨、うん、そうだね、確かに。前の好き、まあ、別に嫌いではないです、甘い。普通、甘すぎはやっぱダメですね。もう生クリームがダメになった時点で甘すぎは絶対ダメですね。不思議だよね。好きなものから食べる派。うん、嫌いなものも適当です。ぶっちゃけ言うと適当です、その日によって。でもあんま嫌いなものっていうのがないから。あー、いくらとかカツノコとかあったら嫌いなものから食べるんですけど。形いろいろ。うん、面白かった、嬉しい。楽しかったですか。昨日めちゃめちゃやっぱね、見ると怖いです。あ、なんか終わった後に、そう、八番出口自分で操作してやったんですって話をしたじゃないですか。ちょうどおじさんが追いかけてきて真後ろにいたっていう、あの不思議な現象のやつと、もう一つ電光掲示板、地下広場って大体書いてあるじゃないですか。あそこにね、私もちょっとねうってなったんだけど、なんて書いてあったと思います。
あの電光掲示板の地下広場が何に変わったで、変わってたでしょう。地獄広場、ブブー、あー地下広場ね。正解、めちゃめちゃたくさん引き返せって書いてあったんです。すべてのあの文字がすべて引き返せになってたんで、もう怖すぎておーってなっちゃった。おーって言ったもん、えおーって。その引き返せって書いてあって、おーってなっちゃった。怖いでしょ。あとね、昨日はね喫煙がちょっとね、もうやばかった。なんか声に出さずに驚いちゃうこともあった。なんかもう停止しちゃってた私の、体が。で停止してたところにわってくるくるわって急に来たから、うわーってなっちゃった。いや多分ね、フリーズしちゃうタイプ。結構なるべくね、そうなんか驚きすぎるとやっぱりあれなんですよね。多分だんまりしちゃう。シーンって驚きすぎて、なんか黙る時とめっちゃ驚く時があるんです。なんかねもうフリーズしちゃってはっってなる時もあったり。私本当に暗い道を通るのが大嫌いで、そうお化け屋敷とか、そうお母さんとか悪ノリでめっちゃ行くよ行くよとか言ってるんですけど、本当にダメで、私お化け屋敷っていうところに入ったこと、あこれみんなに話したことあるんだよね、一回ショールームでお化け屋敷っていうところに入ったことがあって、私そのまあ文化祭みたいな感じですね、でそこで他の人の悲鳴を聞いただけで、うわこんなことが起こるんだろうなとか、そういうの想像しちゃうんです。で私はパパと妹と一緒に入ったんですけど、先に二人とも行っちゃって、入った瞬間にキャーっていう声を聞いて、なんかもう嫌になって泣きながら出た、入り口から出ちゃったっていう、出口に行けなかったものでございます。でガタガタっていう音とか間近ですると本当に怖くて、私最初めっちゃお化け屋敷だと思ってたんですけど、よくよく見たらお化け屋敷って書いてありました。で富士急の迷宮のやつあれじゃないですか、あれも、あそうそう戦慄迷宮だ。であれも絶対に入りたくないです。なんか富士急の富士急ハイランドね、ジェットコースター、めっちゃ高いジェットコースターあるじゃないですか、あれ全然普通なんですよ、大好きだから何度でも乗りたい。本当にお化け屋敷って怖い。
ホンテッドマンション大好きよ。ホンテッドマンションはあれ楽しい。あれはめちゃめちゃ楽しい。なんかビビるけど、うわーってなるけど、ビビッとくるけど、そこまで。なんかうんってなるぐらい。お化けより現実の人間の方が怖いと思う。そうか、まあ実際そうよね。人間って怖い生き物だよね。え、山ちゃんさんいいな。川しおりさんに会ったことがあるんですか。いいなぁ、ずる。ずるい。ずるすぎます。お話し会行こうかな。一度はお話し会に行きたい。一度はお話し会に行きたいなぁ。行ってお話しして、みたい。大好きです。写真集あるよ。うん、やっぱもう1月11日ゆびりんさんの写真集が発売されますね。わお、時間で写真集。うん、ナビに会いたい。やった。聞いたことあります。友達、友達なれるかな。なれるかな。うん。チェキ、チェキな、欲しいな、それは。でもさ、当たる確率がさ、そのさ、お話し会もさ、何度か申し込まないとさ、絶対さ、当たらないよね。次のシングル、次のシングルって。当たるかな？当たりたい。うん。ね。一緒にね。あ、15分経つのでね、もうね、そろそろ終わります。わー、あっという間に終わる。いやー、本当に年越し配信できたらいいのにね。ちょっとね、どんどん、あれ、今日って何日？あー、やばい、今日って何日？ 29？ 何日だ？30か。
皆さん、あさっては元日公演、僕の太陽公演、皆さんお待ちしております。わあ、中2まではそうですね、14歳までは。あれよ、8月でもうミューポンもできるようになるから、のびだけになるよ、8時まで。うん、もうクリスマスじゃないよね。1月の曲ってなんか365日もうすぐ終わるのでね。